ブレット・ハートは、カナダ・アルバータ州カルガリー出身の元プロレスラー。1990年代の WWF を代表するスーパースターで、ヒットマン、処刑の達人などの異名を持つ。オーエン・ハートは、実の弟である。入場時にはサングラスを着用し、観客席の子供にプレゼントしていた。このサングラスも元は、インタビューの際の照れ隠しであったなど、あまりマイクアピールなどは得意としなかったが、ザウの銘でもある有名な決め台詞として、現在、過去、未来においても俺が最高だがある。これは、本人がとある映画のセリフから取ったもの。ハートファミリーの総帥スチュハートの息子として生まれる。高校時代はレスリングで活躍し、卒業後はハート家の地下に設置されているハートダンジョンでミスター桜田、ミスター人のコーチを受け、1976年にプロレスラーとしてデビュー。地元カルガリーで父スチュが主催するスタンピードレスリングを主戦場に、1978年10月14日には、ノーマン・フレデリック・チャールズ3世を破りA連邦ジュニアヘビー級王座を獲得、ダイナマイト・キッドともタイトルを争った。1980年5月には、レオバークからフラッグシップタイトルの北米ヘビー級王座を奪取。以降、デビッド・シュルツ、バッドニュース・アレン、アーチー・ゴルディーらを抗争相手に、1983年にかけて同王座を通算6回獲得した。1982年7月9日にはカルガリーに遠征してきたニック・ボック・ウィンクルのAWA世界ヘビー級王座に挑戦している。この間、1980年6月に新日本プロレスに初来日。以降もジュニアヘビー級の外国人レスラーとして新日本にたびたび参戦し、藤波辰巳、木村健吾、初代タイガーマスクらの保持するジュニアヘビー級王座に挑戦した。当時の日本ではカナディアンロッキーの神聖なる異名が付けられていた。ハートファウンデーション1984年 WWF がスタンピードレスリングを買収したことに伴いダイナマイト・キッド、デイビー・ボーイ・スミス、ジムナイド・ハートらと共に WWF と契約。同年8月よりWWF マット登場を果たした。当初はカルガリー時代と同様、ベビーフェイスのポジションでデビューしたが、1985年に義兄のナイドハートとヒールのタッグチーム、ハートファウンデーションを結成。マネージャーには同姓のジミー・ハートを迎え、ルックスもファイトスタイルも対照的なコンビとして売り出される。1987年1月26日には、ダイナマイト・キッド&デビー・ボーイ・スミスのブリティッシュ・ブルドッグスを破り、WWF 世界タッグ王座を獲得。以降、ピンクとブラックをテーマカラーに用いるようになる。タイトルは、同年10月26日にストライクフォースに奪われるが、その後もヒールのタッグチームとして観客のブーイングを浴び続けた。1988年3月27日、レッスルマニア4の第1試合で行われたインビテーショナルバトルロイヤルにおいて、ヒール仲間のバッドニュース・ブラウンに裏切られて優勝を逸したことを機に、ナイドハートと共にベビーフェイスに転向する。以降は人気コンビとして活躍し、ヒットマン・シェードをリングサイドの子供ファンに渡すルーティンも確立。1990年8月27日のサマースラム1990ではデモリッションを下し、2度目のタッグ王座戴冠を果たした。しかし、1991年3月24日のレッスルマニア7におけるナスティボーイズ戦で王座を流出、それを機にチームを解散し、ブレットはシングルプレイヤーとして活動を開始した。この間、1990年4月13日に東京ドームで行われた日米レスリングサミットに来日。当時2代目タイガーマスクに変身していた三沢光晴とシングルマッチで戦い、20分時間切れで引き分けている。WWF 世界タッグ王座陥落後の1991年3月30日には、当時 WWF が業務提携を結んでいた SWS の東京ドーム大会、レッスルフェストイン、東京ドームにナイドハートとのコンビで出場。マーティ・ジャネッティ&ショーン・マイケルズのザ・ロッカーズから勝利を収めた。4月1日の神戸ワールド記念ホール大会では、新日本プロレス参戦以来となる、ジョージ高野とシングルマッチで対戦している。ブレッドハートシングルプレイヤー転向後の1991年8月26日には、カート・ヘニングを破り、インターコンチネンタル王座を獲得。一度ザ・マウンティに敗れ陥落するも、1992年4月5日のレッスルマニア8で、ロディ・パイパーを相手に奪回する。同年8月29日に、イギリス・ウェンブリーで行われた、サマースラム1992で、義弟デイビー・ボーイに敗れ王座を失うが、この3試合は、名勝負の多いブレッドのキャリアの中でも特に評価が高い。同年10月12日、リック・フレアを破り WWF 世界ヘビー級王座に初戴冠。1993年4月4日のレッスルマニア9では横綱によって王座を奪われるも、翌1994年3月20日のレッスルマニア X で奪回に成功した。以後、1990年代後半にかけては弟オーエン、ショーン・マイケルズ、ディーゼル等自身と共にニュージェネレーションと呼ばれた選手たちと WWF 世界ヘビー級王座を争う。特に1996年3月31日に開催されたレッスルマニア12でのマイケルズとの王座をかけたアイアンマンマッチは敗れはしたものの歴史に残る名勝負として語り継がれている。ブレッドハート、ジェリー・ローラーやボブ・バックランドといったベテラン選手とも構想を展開しており、1995年4月2日のレッスルマニアXIではバックランドとのシャープシューター対チキンウィングによるどちらかがアイクイットと降参を宣告するまで続くアイクイットマッチが行われた。また、この時期の WWF は人材難だったこともあり、ハクシー、ジャンピエール・ラフィット、アイザック・ヤイカムなどのニューカマーやリニューアル選手の売り出しにも協力を惜しまず、格下の彼らを相手にイン・ユア・ハウスやサマースラム1995などの PPV 大会にてシングルマッチを行っている。1996年3月31日のレッスルマニア12以降、ブレッドは8ヶ月間にわたって WWF を欠場する。この間、ケビン・ナッシュやスコット・ホールらを WCW に引き抜かれていた WWF はブレッドの移籍を阻止するために異例の20年契約を提示。契約は同年10月に締結され、11月17日のサバイバーシリーズ1996で復帰戦を行うことが決定する。対戦相手はブレッド自身の希望もあり、当時ストーンコールドの新キャラクターでブレイクの兆しを見せ始めていたスティーブ・オースチンが務めることになった。この時点でブレッドはベビーフェイス、オースチンはヒールだったが、当時のプロレスファンは貧困法制な善玉よりもダークヒーローを求める傾向にあった。復帰戦以降オースチンとの抗争が始まるが、こうした背景からブレッドの敵役であるはずのオースチンは徐々に声援を集めるようになる。観客の思考が変化しつつあることを察知したビンス・マクマホンは人気に陰りの見え始めたブレッドにヒール転向を打診。最初は乗り気でなかったブレッドも最終的にはその要請に従い自分とオースチンのポジションを入れ替えることに同意した。1997年3月23日、レッスルマニア13においてブレッド対オースチンのサブミッションマッチが行われる。試合はブレッドがレフェリーストップで勝利を収めたが、試合後もオースチンを攻撃し続けるブレッドに観客はブーイングを浴びせた。以降は完全なヒールターンを果たし、長期間の兄弟喧嘩を続けていたオーエンとも復縁。デイビー・ボーイやナイド・ハートらと共にハートファウンデーションを再結成し、アメリカを愚弄し、カナダを賛美する。反米ユニットのリーダーとして活動するようになった。しかしながら、この時期 WWF は WCW への対抗策として、ファミリー路線からDジェネレーション X などのアティテュード路線への転換期で、それに反発するブレッドと WWF の関係は悪化した。また、当時 WCW との視聴率戦争に負け続きだった WWF は深刻な財政難に陥っており、高級の選手のうち誰かを WCW に移籍させて経営を賄わざるを得ない状況にあった。株式上場について話し合いを持っていた投資会社からバランスシートに長期の負債を抱えるべきではないと忠告されたこともあり、結果として前年に20年契約を結んだばかりのブレットをリリースすることになる。WCW へ移籍することになったブレットに対し WWF は彼が保持する WWF 世界ヘビー級王座を同年11月9日にカナダのモントリオールで開催されるサバイバーシリーズ1997でショーン・マイケルズに負けて明け渡すことを通告。しかし、ブレットは地元カナダで犬猿のマイケルズに敗れることを拒否。この結果ブレットとビンス・マクマホンはブレットがマイケルズにシャープシューターをかけるもレフェリーのR・ヘブナーが見ていなかったためマイケルズは負けを逃れ、その後、ハートファウンデーションと DX が乱入し、翌日の RAW で王座を返上するというシナリオにすることで合意した。しかし当日の試合中、マイケルズがブレットにシャープシューターを仕掛けたところで、突如、ヘブナーがゴングを要請し試合終了を宣言。ビンス・マクマホンがリングに現れた時点でブレットはビンスにはめられたと悟った。この様子はドキュメント映画レスリング・ウィズ・シャドウズで舞台裏が紹介され、モントリオール事件と呼ばれる事件となった。WCW に移籍後にも加入したが、WWF 時代のような目覚ましい活躍はなかった。1999年5月23日に、WWF 興行中の事故で実弟のオーエン・ハートを失った際はビンス・マクマホンを強く非難した。同年11月21日、王座決定トーナメント決勝にてクリス・ベノワを破り WCW 世界ヘビー級王座を獲得するが12月19日のビル・ゴールドバーグ戦後に王座を返上。翌日、王者決定戦としてゴールドバーグと再戦し、タイトルを奪回。しかし、この試合中に受けたカウンター式の頭部へのドラース、キックが原因で脳震盪を起こし、長期欠場を余儀なくされる。そして2000年10月20日、WCW を解雇され、同28日に引退を発表した。2002年、自転車を運転中に脳梗塞を起こして転倒し、一時は左半身不随となるもののリハビリを続けて、回復した。引退後もその人気は変わらず、2005年にはビンス・マクマホンと和解を果たし、同年に自身のベストアルバムとして自ら選んだベストマッチをまとめた DVD が WWE より発売された。また、2006年4月1日には WWE 殿堂に迎えられている。ただし、健勝者は翌日のレッスルマニアのメインイベント前にアリーナに登場し、観客のオベーションを受けることが通例となっているが、ブレットはこれには姿を見せなかった。以降も WWE との和解が進み、各地のサイン会などにも積極的に参加。2008年には、名のナタリアが WWE デビュー。ナタリアが FCW でトレーニングしていた当時、彼女の呼びかけで何度かコーチとして来場したことがあるという。ブレット・ハート2010年。1月4日放送の RAW においてゲストホストという形で12年ぶりに WWE に復帰。現在も確執が続いていると思われていたショーン・マイケルズとも抱き合い和解したことを番組内で公表した。しかし、ビンス・マクマホンとの軋轢はまだ残っているという設定の元イコンアングルを展開。3月28日のレッスルマニアXBではビンスとの因縁のシングル対決が行われた。なお、前日の3月27日には、父スチュハートの WWE 殿堂入りのインダクターを務めている。5月17日放送の RAW において、ザミズを破り、US 王座を獲得。その後 RAW の GM に就任したため王座を返上したが、ネクサスに襲われ負傷し、GM を辞任した。以降は、ハウスショーなどに出場していたが、サマースラム開催直前の RAW に再び登場。サマースラムにて行われる7対7エリミネーションマッチのチーム WWE のメンバーに起用され、試合ではボディスラムを放つなど活躍した。サマースラム以後は再び表舞台への出番はなくなったものの、2011年5月22日に行われた WWE オーバーザリミットでのジェディ・ローラーとマイケル・コールのキスマイフットマッチの試合中に登場し、ローラーを援護。翌日の RAW でもメイン戦に出場し、CM パンクをシャープシューターでタップアウトさせている。2012年7月23日の RAW 1000回記念放送、RAW 1000では元インターコンチネンタル王者として、クリスチャン対ザ・ミズの IC 王座戦のゲストリングアナウンサーを務めた。2019年4月6日、ジム・ナイドハートとのオリジナルハートファウンデーションとして、再び WWE 殿堂に迎えられた。ニューヨーク州ブルックリンのバークレーズセンターで開催された殿堂入り式典では、メイのナタリアがインダクターを務めた。ありがとうございます。